これ手でいっちゃうと、うん、なんか耐え方になってるんでしょ、これ。もうこれダメ。これをこれスポンってこうちぎって、うん、美味しい。うまい、これ。ちぎって、うん、うん、おいしい。うん、うまい。あ、これぐらいか。ちょうどいいです。野菜食いてるし、うまい。うん、うまいわ。うまいわ。これ初めて食べた。初めてですか。うまい。よかった、よかった。すごいな、ありがたい。うまいね。ベトナムもあるけど、食べ方違う。違う。食べやすい。うん。何だろう、これを一回ちゃんがきっつい。おいしいわ。酵素の味、うん、子供にちょっと辛いんだよ。うまいな。ちょっとピリッと酵素、うん、山ちゃんの方が辛いし。山ちゃんの方が辛い。あ、そうなんだ。うまい。3月頃それ皮食わんとあれやん。これはみんな思うかもしれないけど、山本さんがタコだよ。やめた。タコ、こういう意味です。あの、コールサイドで言うもんで。やって、何以降コールサイドで言うもんで。タコ、頼んだ。タコ、頼んだ。そうそう。あの、タコルとかにさ、なんかあの、わさびに言うんだわ。タコ、タコ、タコ、見ました。そうそうそう、あの、何て言うの。コールサインだわ。誰もやめた。最近でもなんか、あるでしょ。本当、コールサインだった。日本酒も結構さ、なんか、うん、分からん、日本酒もみたい分からんけどね、なんか、なんかね、工作だったもんで、で、だって、あいつだったっけ、レッカーがさ、その、あれ、ある終わったけど、何もあったっけ、レッカーが終わったのか。そうそうそう、あそこあそこのプレートを言う前に KY とこちら刺し盛りの醤油に寄って、あ、ごめんなさい。あそこさ、すぐ悪いもんで、レッカー余っちゃうんで、ちょっと自慢をなんかやるかっていう話をしようかな。刺身いきます。すごいレッカー刺身のそれオイルが醤油だけ先に、ね、いつもさ太鼓やってくるとさ油がレッカーとあたりますなんか割れんかなって言われてレッカーでもその人が入れ替え見るもんでこれ先に入れた。これが来て一回土壌土壌来たんだけど何だな。どうしよう、現場内見て、KY 8位から10位って言ったら、あれが出会い勝ったんだわ。道場、道場。で、俺、俺ちょっと遅れて行ったのは、で、行ったら山田さんが、ちょっとあの、それよりも、もっと問題があるあ、いいか、これ。8時から17時で、これを書いてないんですよ。あ、そんなことで。えって思ったよね。いやいや、それじゃないでしょ。今俺言ったのは、そのレッカーの方でしょ。あ、そうだ。あ、向こうの。なんか、あの、大阪だったというか、あとプレート。どうぞ。プレートがみんな、プレート食べる。あ、壁のさ。そのまま食べますか。そうそうそう。あ、これ。まずそっちを、そのままでもいい。普通に入れてさ。そのままでもいい。なんかもう、到着だったなと思ってさ。
だから、まあ、こういう場は、ワンはいいかな、ワンはちょっと濃くですからね。そうだよね、うん、だから、うん、美味しい、美味しい、やばそうだね、そうじゃん、ね、ちょっとなんか、みんな、うん